回から始まるミュージックチャンネルミュちゃん、初回のゲストはネコフィッシュの皆さんと屋根あちゃむさんです。どんな裏話が繰り出されるのか、それではスタートです。ミュちゃん、ミューチャー司会のタクミックスです。よろしくお願いします。この番組はですね、エンターテインメントに関わる人たちを毎回ゲストに迎えてお送りするトーク番組です。はい、で今回ですね、番組のお手伝いしてくれる、はい、美人アシスタントを紹介します。あーもう美人だ、美人だ、普通に出れんだよ。二人滝のお二人です。お願いします。タリー待機の伊藤です。タマです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。巷ではあの、はい、この2人が、はい、美人アシスタントだということで、そうですね、今回そうですね、この放送、はい、一発目なんです。マジですか、一発目、一発目で呼んでいただいて。調子のいい時はスザンヌとよく言われます。本当か、それは本当だよ。ちなみに伊藤さんは、調子いい時、私は調子いい時有村架純って言われます。大丈夫ですかね、この番組。これからあのこの3人であの、はい、ゲストを迎えてお送りしたいと思います。はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。本日のゲストに入っていただきました。どうですか、いい感じないですか。いや、いい匂いが、これだけもう女性に囲まれてるのも私もまあまあです。ありがとうございます。ではあの本日のゲストを、では自己紹介どうぞ。はい、はい、ネコフィッシュのおりょうこと石田亮です。お願いします。はい、ネコフィッシュの栗原ひとみです。よろしくお願いします。はい、ネコフィッシュのナッチこと横山なつみです。よろしくお願いします。ナッチナッチ。もう一言お願いします。はい、モノマネ128個楽譜読めないミリコピアニスト、あちゃむこと屋根あちゃむです。よろしくお願いします。あちゃむ。はい、では今日はこの2組で、はい、お送りしていただいて、1個質問あるんですけど、あ、質問あるときは、はい、不出世なんですね、これは。はい、はい、で、その名前の由来とかって何なんですか。ネコフィッシュは、私たち猫のように自由気ままに音楽をやっていくので、猫が魚を追うように音楽を追求しようみたいな意味だったなって。めちゃくちゃいい理由だった。いや、いい理由と思うやろ。でもさっき後ろのタコ頑張ってたの。いや、なんか気になっちゃって猫の修正できないけど。カバーガールズっていうグループを派生ユニット、派生ユニットね、アヤバルシズムをやってて9人組なんですけど、その中の音楽が大好きな感じで、あとの6人はあんまり音楽じゃない。語弊がある。何かな、分かんないです。アチャムさんっていう名前もなんか不思議な感じですよね。うん、そうなんですよ。あのアチャムってあの中学校の時に一番仲良い友達につけてもらった名前で、うん、で、あのみんなにも親しみやすくあだ名で呼んでもらいたいなと思ってアチャムって名前。え、その本名にちょっと寄ってはいる。あ、寄ってます、寄ってます。あ、寄ってます。その日に遊んでて、今日からアチャムって呼ぶねって言われて、なんでって思ったんですけど、でもみんな、だから地元もみんなアチャムって呼んでます。アチャム。アチャム。え、じゃあ後輩とか言ったらアチャムさん、アチャム先輩、アチャム先輩。だいぶ馴染んでるね。馴染んでるね。ね、で今軽く自己紹介してもらったんですけども、はい、ちょっともっとね、あのせっかくこうゲストに来ていただいているんで、うん、みんなのことを知りたいということで行きましょう。はい、教えてナナコ。テンポよく交互に答えてください。はい、いいですか、はい、行きますよ。そんな、そんなテンポいいですか。いや、もう際どい質問ギョンギョンしていきます。じゃあまず初めにですね、皆さん出身地はどこなんですか。出身地東京です。愛知です。宮城です。三重です。あ、結構みんなバラバラなんですね。なんで今ちょっとなんか迷ったんですか。宮城と宮崎と混ざっちゃうんですよ。出身地なのに。出身地は皆さんバラバラですけど、アイドルになるきっかけとかはどうだったんですか。きっかけは、私は20歳になって親にオーディション受けていいよって言われて、20歳で受けたのがカバラで、じゃあ一発で。はい、すごいね、優秀。8になるまではダメだった。ダメだったんですよね。
かったんですけど、親にずっと許してもらえなくて、二十歳で初めて受けたのが箱根で。へぇー、知らなかった。知らなかったね。新しい情報が。私はですね、秋葉原のメイド本で働いてて、素敵。でもなんか見た目でも、そうですね、メイド萌え萌え声が全然萌えてないけど萌え、マジで萌えギャップがすごいな。めっちゃカスカス。そっからカスカス、あのアイドルライブに出させてもらったのが最初です。影響されてるアーティストさんとかっていらっしゃるんですか？私はあのグリーンデーっていう個人の洋楽バスケットケース、そうバスケットケース、なんかもともとそのバンドの方が好きで、そこから最初にエレキギターを始めたの。でそこからアコースティックギターにあのも挑戦してみようっていう感じで移ったので、私はですね、普段ピアノの弾き語りをやってて、なのでピアノの弾く人なんですけど、マガシーさんっていう人がいまして、マガシーさん、そうです、マガシーさんっていうあのニコニコ動画で弾いてみたを出してる人なんですけど、普通なんですけど、なんか本気でちゃんとやろうって思ったのは、そのマガシーさんっていう人の動画を見てから、これを弾きたいなとか思ってやるんです。プライベートの趣味とかは何かありますか？私は漫画が好きなので、漫画を集めるのが好きです。すごいんですよ。何冊ぐらい？600! 床抜ける。ちょっとね、すごい家泊まりに行ったことあるんですけど、部屋中も本棚でぎっしり詰まってて、書斎みたいな。書斎？でも入ってるの漫画しか入ってない。満喫とかやる書斎？あちゃむさんのプライベート。私はあのアニメが好きで、アニメ。もう24時間、あの家にいるときは24時間寝な。あ、寝てる時も寝る前もそのアニメをかけながら寝ます。アニメをかけながら、今アニメって言った瞬間拝みましたよ。ありがとうございます。ファッションポイントありますか？今日のファッションポイント、ファッションポイント、ぜひ立って、ぜひ立って、立っていいんですか？なんか言わない、言わない、俺は言わない。いや、言ってみますけど、グループ内で結構ダサい方です。ちょっと言った。はい。まあ普通かな。普通普通。かもなかったもんね。ポイントはこのちょっと長めのニットの萌え袖と。あ、萌え袖。そうです。いや、パンツなんだよ。萌え袖入った。あとこのちょっとタイトなスカートで、もう私25になったんですよ。ちょっとわかんないけど、はい、ね、ジーパンやから、そうなんです、スキニーでダメージが入ってる。これでエレキ絶対似合いますもんね。似合う似合う、首元もロックやもん。そうだね、もう統一してるね。今日はあのおー置いた感じの服なんですけど、テーマはちょっとダークな、ちょっとドーキーな感じの、ちょっとゴシックというか、そうそれこそロリっぽいような。そうですね、なんか中二病ロリみたいな。中二病ロリ。最後の晩餐、あなたは何を食べますか？私は、あー悩む、一つあるんですよ。二つあるので、最後だからね。最後、だから、つなぎもかな。つなぎも私じゃないの。夢見すぎ、夢見すぎ。昨日誕生日だったんですけど、2人でなんかプレゼントしようって、で、コンビニで生ハム買ってあげました。そういうのが好きで。うそー、コンペイトーじゃないの。アジャムさんは最後何食べたいですか？私は銀だんの先焼きですね。また渋いのか。わたがし食えよ。あなたにとってアイドルとは？なんか私の中でアイドルって言ったら、もうキラキラしてて人に勇気を与える素敵な仕事をしてる女の子っていう意味で、なんか私もなんかアイドルに憧れたのが、すごい嫌なことあってもアイドル見れば元気になれるみたいな感じだったので、そういう存在でありたい。アイドル
って本当にいろんなことに挑戦できるお仕事だと思うので、その中でもやっぱり応援してくれる方に感謝と、やっぱり何でしょうね、明日も頑張ってねっていうのを伝えられる職業だなって思います。私にとってアイドルとは人生そのものです。みゆちゃん、いきなりですが、今日この2組、なんで呼ばれたか、わかる人いますか？はい、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 あれ全員わかるの？じゃあ、あちゃんも、はい、私、ゆうさんに、ナンパされたんですよね。ちょ、爆弾、ちょっと、1回目の放送で、開始何分で、こういうことでやめなさい。ね、だって、あの、僕の人はね、なんで呼ばれたかわかる？いや、ナンパー、秋葉原ビシッと言ってくださいよ。私たちもライブでちょっとナンパされて実は私も実はですね、はい、この2組は、はい、あのアイドルアコースティックっていうライブの出演者なんですよ。はい、アイドルアコースティック。アイドルアコースティックって何ですか？アイドルアコースティック、いい質問です。おお、ありがとうございます。アイドルアコースティックってですね、はい、いつもこのグループで活躍してるアイドルさんがですね、ソロでステージに立ったり、あと生のバンド演奏をバックにアコースティックなステージを披露するというライブ企画なんですよ。めっちゃ豪華ですね。そうなんですよ。で、2回目ですね。で、デビューしたのは結構何回かね、はい、もう通常のアイドルライブっていうのは、ね、カラオケとか音源があって、はい、それでこう歌うっていう感じなんだけど、このアイドルアコースティックはラストの曲はバックバンドを伝えて構えてバックバンドピアノとかも合わせてすごいセッションやるライブなんですよ。普通のアイドルライブとだいぶ違いますよね。違います、ね、アイドルアコースティック出演してみて感想とか反響で、こんなところ難しかったなって思いました。ああいうライブって私出たことなかったので、うん、こう3人でアコースティックユニットをやるってなった時に初めて出たのがこのアイドルアコースティック。タイミングがあったら何番？そうなんです、わかるんじゃない、バッチリなタイミングで、でなんで本当に私たちにとってスタートの場所みたいな、スタートの場所、嬉しいね、そう言ってもらえると思う。なのでそこから全部始まる、あそこから全部始まってる。ロックだね、ロックだね、ロックロックロック。アチェロの方はどう？なんか私ですか？私はだから普段ピアノの弾き語りをやってるので、本当ピアノの音かあとカラオケの音源でしか歌ったことがなくて、なんですけどその初めてその生バンドの人たちにやってもらって歌った時は本当に迫力が違いすぎて、音の圧も全然違うしすごいなと思って、すごい良くなりました。歌声とか、なんかアイドルライブでは弾けないこうバラードとかだったり、すごい歌声が弾けるから新鮮みたいな。斉藤さんなんかは、はい、こう現場がいろいろあるじゃないですか。例えば、はい、アシスタントとか、はい、ロケだとか、はい、まあ、ネタ見せとかあるじゃないですか、はい、その現場によってなんか違いとかってありますか？私たち、この間のアイドルさんのなんか歌と、あとなんか歌合戦の司会みたいなのをしたんですよ。でその後のチェキ会とか初めて見たんですけど、あれすごいですね。何チェキ会、みんな並んでもう芸人写真撮り放題じゃないですか。そう、無償で、もうネタ中も撮っていいし、もう基本撮っていいとかが結構多くて、もうみんな並んで、もうさ、すごかったよな。お客さんがめちゃくちゃあったかい。あったかい。本当に。何喋ってもらってくれるの？それはちょっといい。はい。はい、私は作曲を担当してるんですけど、私は他のグループさんとか、他のアーティストさんに曲を提供できるようになりたいなと思います。すごいね。プロデュース。まあそこまであると思うんですよ。でも曲をまずできるくらいのにしたいなと思います。あとは何ですか？私はですね、一応シンガーソングライターとしてやってるので、CD を発売して、でそれでレコ発のツアーをやりたい。ツアー、ツアーすげー。行く行く。多分本当に行きます。行く行くちゃんと。2017年の目標、あと300日ぐらいあるから叶うよ。いける、絶対叶う。皆さん、それぞれ会いたい場合ってどこに行けば
ライブに。あ、ネコフィッシュは一番近いライブが20日だね。20日ですね。20日。はい。20日がもう、このアイドルアコースティック。そうです。あ、それこそ。まず出た。アイドルアコースティック。はい。出てないの？出てない。出てない。ピアノ。カバガール。カバガール。そうそうそう。え、毎月やってたりするんですか？全然やってます。全然やってる、はい、やってる。週の半分ぐらいはやってるので。週の半分ぐらいすぐ行ける。え、どこでやってるんですか？なんかもう渋谷とか新宿とか池袋とかも、ね、秋葉原。秋葉原行きやすい。行きやすいの、本当に。なるほど、なるほど。あちゃむさんは？私の剣道はライブです。ライブ、ライブです。一番近くて1月29日なんですけど、浅草夢町劇場っていうところで、もう渋いところで、そうなんですね、本当に。そこでもうピアノ担いで、担いで、担いで持ち込みだ。ああ、持ち込み。80件なので、24キロぐらいあるんですよ。25キロ、25キロぐらいあって、それを持っていくんですよ。25キロ。すげえ、小4一人抱えて。そんな感じ。小4そんな感じか。ではですね、そろそろ、はい、お時間となりましたので、はい、本日のゲスト、ネコフィッシュちゃん、あちゃむさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。 Twitter は概要欄に載ってるぞ。せーの、見てね。